語っていた夢の日本一へ、いよいよ物語はフィナーレを迎えようとしています。なんと森且行日本一。5番森且行 3.33。 スタートまで10秒前、5秒を切ります。3秒前、二次予選第5レーススタートしました。さあ 20m 線のスタート争い、インコースから遠藤誠、さらには岩田の順、吉林は飲み込まれてしまいました。かましてくるのは黒川京介、森の前まで上がっています。先頭は水口、序盤は大逃げ打っています。2番手に遠藤、さらには3番手、ここで外から攻めるのは黒川京介であります。推進力目立っている、一気に遠藤まで飲み込む勢い。2コーナーでは黒川が2番手で上がっています。遠藤3番手、さらには岩田、その後ろに松本、さらには松尾博文、後方から5番の森が7番の松尾をまくろうとしています。レーサー残り4周回、水口が先頭、ここで追いついた8番黒川京介。さあトップ争い、黒川が水口を捕まえました。この3コーナーで黒川京介先頭に立っています。先頭は8番黒川京介、思想タイムが 3.30。 ここからタイムアタック状態、どこまでタイムが出るか注目であります。3番手では遠藤、さらには岩田幸男、この辺りは接近戦、松本が5番手の位置、さらには松尾博文と続いております。3番手以降が現在混み合う状況、わずかに遠藤がリード、切り返して岩田幸男、残り2周回で岩田が遠藤の内を捉えました。岩田が3番手に上がっています。さらには松本も続いて遠藤を救おうとしています。3コーナーでは松本が4番手に上がる。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグを今通過しました。ご覧の大差をつけました黒川京介1人、ご覧の大差をつけて先頭であります。2番手水口、3番手岩田、岩田が自爆投、2番手の水口に迫っていますが、もう周回は残っておりません。最終コーナーを先頭で黒川がクリアしました。ここは昨日の雪辱の一戦、2番手ゴール水口。トシキンです。2連単8番1番2万トンで520円、2連複18の組3万トンで280円、3連単8番1番4番121,490円、3連複148の組3万4,260円です。